ね、地名でやろうかなと思ったんだけどね、今日も地名10個。天の声かしら。天の声です。天の声。ウェイ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 。はい、ということで、はい、一番がいない。はい、始めましょうかね。始めましょうかね。じゃあ行きましょうかね、1個目から。はい、では1個目。はい、オースチョー。はい、出た。はい、出た出た出た。オースチョー。はい、オースチョー。オースチョー。オース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 。はい、オースこれ読めん。でもこれのうすいさんとかいうことね。うすいさん、うすいさんがいる。うすいさん、このうすで、このうすね、おる気がする。港区にあります、オース町。はい、港区にあります、大須町。誰がリピートバンって言ったか。誰がリピートバンって言った。リピートバン、リピートバン、邪魔邪魔邪魔って言ってください、皆さん。あ、はい、わかりました。はい、わかりました。はい、じゃったらね、次も行ってみる。はい、2個目、2個ずつ。あ、1個、2個ずつ目。あ、はい、2個ずめ、2個ずめ、いきます。今の2個ずめ、はい、行ってみましょう。はい、おとどまち。はい、わわわ。おとどまち。殿様が大きいのかな。おとどまち。どこ。おしり。おしり。おしり。あ、おとどまち。殿様。おとのまち。おとのまち。おとどまち。なんか読みづらい、これ。読みづらいってか。バカイツって感じ。地名なんです。地名なんです。わかりない。水北にあります。水北、水北グランドの近くかな。わかりませんけどね。うん、はい、うん、わかりません。わかりませんけど、なんかすごいね、殿様が大きかったね、ここのね、多分。そういうこと。大きい子の髪。あら、でかいね、また。そういう意味。違う、知らん。わかりません。知りませんよ、私。でかい殿様。でかい。違う。はい、違うみたいです。はい、ちょっと次行ってみる。はい、はい、出た。いししし、みちしだ。はい、わわわ。いししし、みち。なんか市がいっぱい出てきた。市がいっぱい。市がいっぱい。いししし、みち。名古屋市、しししし、みち。はい、名古屋市、ちくさく、いしし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 し、みち。はい、しししし、みち。はは、イノシシ年なんで。あ、本当だ。イノシシ道。イノシシの獅子がいっぱい通ってく道なのよ。ね、イノシシの獣道かもしれん。まあ、そうかもしれんね。ね、売り棒がついてたと思う、今さっき。ちっちゃいの。ちっちゃい子、ちっちゃい子。なんだ、売り棒。売り棒。売り棒が、ほら、下の方、ちっちっち動いてる。本当だ。ね、売り棒かわいいもんね。イノシシぶつかってくるけどね。ちょっとつむしどう。そう、じゃない。バーって飛んでちゃう。じゃあ、はい、怖い。だったら、ウリボーが可愛いが。うん、はい、ウリボーの道でした。はい、ウリボーがいっぱい走ってた。イシシシシシシシ道。はい、はい、もうイノシシいっぱいくっつけて止まればいいよね、これね。うん、はい、くっつけてください。5つぐらい。何匹いたでしょうか。5つぐらい、なんか点々でいっぱい書いてくれて。わー、はい、わかりました。はい、じゃあ次行ってみる。あ、千年の道。はい、千歳。あ、ほんとだ。千歳飴の千歳。ん、違う。千歳飴ってどういう字。なんかあの難しいやつ。サイン。サイン。サイン近いね、これ。千歳飴って。千歳。千歳。見たことあるね、交差点あるね。知らない。嘘やん。熱田区ってあんま用がないから行かない。そんなこと言ってか。はい、わかりました。あ、熱田神宮があるとこだが。熱田区。アツタバ、アツタバ、サバの友達。アツタク、アツタクあります。アツタク、はい、チトセ、チトセ飴、チトセ飴。はい、はい、はい、次行ってみよう。はい、わかりました。はい、次行きます。あら、マグロ町。マグロがいっぱい。はい、マグロ町。マグロ、マグロ町。マグロだが黒。あ、クオ、黒、黒。マグロ、マグロ、マグロ、マグロだわ。ね、あとる。マグロじゃ。北区にあるですってよ。北区。うん、北区にマグロ取った。これすごいね、初めて見るね。うん、初めて見る。うん、北区にマグロ取れんと思うよ。そのマグ
じゃないマグロじゃない。違うマグロなのこれ。魚じゃありませんよね。あら。まあ真のご飯の森の影かな。あ？マグロがひょっこりか。あら割れたー。過去。そういうやつ？違うと思う。はい。マグロ町。はい。どこにあるのかなこれね。近くだって撮る。うん、はい。終わりました。どっかにありますからね、皆さんね。はい、行ってみてくださいね。はい、はい。はい、では次行ってみようかね。はい。はい、次は、男山。なんかお酒の名前みたい。はい、まあ。はい。男山。お酒にこういう銘柄あるような気がしてきた。うん、ありそう。あると思う。どこのお酒だったかな、新潟？違うな。秋田？新潟。青森？北海道かね。うん。わかりません。寒いところの。そう、あっちの寒いところのお酒だったような気がしてきた。男山。そう、男山。字が違う。本当だ。字が違うわ。この男山は、乙女なの。乙女？乙女なのこれ。おつ。おつこ山。はい。そこで出てたんだもん。もうだ、怒られるって言っとる。おつこ山って書いてある。男山。ね、おつこ山って書いてある男山ってことね、これね。ね。また難しいわ。ね。はい。わかりました。緑区ね。はい。はい。じゃあ、皆さん行ってください、緑区も。はい。はい。じゃあ、次も行ってみる。はい。さっきもこれ出てきた？出てきてない。これ、イノシシのやつ。イノシシの道は出てきた。イノシシの道出てきたね。うん。次、イノコシー。はい。イノコシ。もうよくさ、学校でイノコシ食らった。イノコシ食らったの。イノコシ食らった。はい。イノコシさせられたの。勉強できないから。わってどいた。もうさ、イノコシばっかり。あれ、イノコシにイノコシられた。イノコシで。イノコシ。はい。はい、このイノコシは、イノシシの子供が石になった。イノシシの子供の石。なんか、やっぱりさ、あれじゃない？やっぱイノシシの年だから、なんかイノシシがいっぱい出てくるね、最近。イノシシいっぱい出てきたね。ほんとだ。これも名トーク。名トーク。なんか名トーク変わった地名いっぱいあるね。名トークとかさ、千種とかあちらの方でさ、イノシシが好きなのかね。好き？もともと山だったからかな。うん。うん。山あるもんね。山ばっかりだが、昔は。うん。緑区にでもイノシシ持ったかな。そうかもね。おったそうに見えるね。おったそうに見えるね。うん、おったそうな。おったそうだけな。はい、そうだけな。はい、ゲナ。はい、次行きまーす。はい、はい、次行くよ。うん、はい、じゃあ次は。論点が違うの、論点。はい。論点のドアメ。はい、緑区にあります。はい、緑区。難しいね、これ。論点、ここ、知ってる？見たことある？ない。ね。緑区探してみてください。探してみて、この字、ちょっと皆さん、今から検索、森田検索でお願いします。論点。はい、論点のダメ。ね。そう、難しい字だね、これね。なかなか難しいと思う。はい。はい。てな感じで、次も行ってみようかね。はーい。はい。いきます。種目ダメは。種目帳。違うか。種目帳、はい。種目帳。は読めないよね。そう。東区？うん。東区にある。東区。聞いたことないな。分かれへんな。どの辺なのかな？東区。本当だ。東の区だ。種目帳。ね。うん。何の種目があるのかちょっと聞いてこなかった、種目帳って。本当や。うん。やり投げかもしれん。投げやり。それ、砲丸投げもね。投げっぱなしだった。やらもん。はい。やらもん。次行きます。あら、もうこれ見や。こう最後になっちまったが。今日最後のやつ行きます。うん、はい。うん、後ろ。は？後ろも変わった。後ろ。本当だ。これ見や。これ変わっとる。みんな誰も注意しとるせいもんね。若いせんでなんでこれ。見てください。皆さん注意して見てくださいね、後ろもね。はい。後ろもちゃんと見ててくださいね。はい、今日じゃあ10個目行ってみる。はい。まだこれ有名になったとこだけど、嫌な。はい。いきます。はい。ビワジマー。はい。ビワジマー。なんか相撲取りの名前みたいなやつ、ビワジマって。そうなの？また。かわいいじゃん。
琵琶島。そう、琵琶側の島だからね。琵琶。琵琶島のさ、あの、橋かかっとるわ。うん。橋。庄内川を越えて、旧道の庄内川を越えて、名鉄の側でピッてくぐ、あの、くぐってない、渡ったところ。わかる？わからへん。東海豪雨の時、あっちから、あっち埋まっとったのしとる。ジャバって。大変だったと思う、琵琶島の辺の人。大変だったと思う、ね、あっちの方の人ね。ね、復旧が早かったよね、でもね。うん。うん。さすがだね、皆さんね。皆さん力を合わせれば何も怖くないぜって感じだね。自然災害は怖いわね。はい、皆さん自然災害には気をつけてくださいね。はい。雪降ったりね、雨降ったりね。うんうん。風吹いたりね、台風も来るしね、地震も来るしね、みんな気をつけてくださいね。はい。はーい。っていうところでね、今日もね、終わっちまったけどね。うん。あれ、琵琶島って西湖だよ。西湖なんだって。え、なんだと思った？名古屋市街。西区みたいな。西区なのね、あそこね。うん。はい。ごめんなさい。うん。西区、琵琶島署ってあるからさ。あるね。だからさ、琵琶島って、名古屋市じゃないと思っとった。うん。あ？あれ、琵琶島署って名古屋市じゃないでしょ？違う。西が菅井郡琵琶島町じゃないの。そうなの？わかりません。郡あるの？郡はもうなくなったかもしれん、郡郡って。はい、わかりました。はい、はい、名古屋市西区でした。西区でした。はい、はい、ってところで今日も終わってしまいましたけどね、うん、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。でしたでしょうか。はい、またね、来週から普通の流れ上に戻るでしょ、これ。あ、そうなんですか。はい、戻ります。はい、戻りますからね。難しい一面いっぱいありましたね。はい、いっぱいあったけどね。またなんか、こんなのどうってのがあったら教えてくださいね。はい、ね、ね、はい、順番ここにやってきますからね。はい、お願いします、お願いします。ヘッドコーヒーをね、ヘッドコーヒーを違う、青。はい、わかりました。ぐるぐるになっちまうでいいかも。はい。じゃあ、最後の合言葉いくよ。合言葉。合曲楽器。合曲。はい。いきます。いいよ、せーの。はい、チャ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